どうするこれ。まずとりあえずね、あの金庫ドアがあって、いやー、来た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 、うわー、しゃー、オッケー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 、やったやった、オッケー、いけるいける、ドア開いてる、ディープいける、一人やったやったよ、やった、あー、ちょっとチェストチェストチェストからで、どうや、扉開いてる扉開いてる、あー、布団あった布団あった布団、とりあえず布団壊しますよ、布団壊して、よっしゃ、オッケー、あー、湧いた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 、湧きました湧きました、布団湧いたけど、ちょっと待ってちょっと待って、あー、でも現実だな現実、ちょちょ、動いた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 、ちょ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 、ごめん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 ね、苦しんだけどごめんよ、これはゴーイングディープで、とりあえずチェストの中身は入ってます入ってます、うん、いや、ただちょっと待てよ、あれ、チェス人の中身が全部空だ、あ、1個入っ、いや、2個チェスト中身入ってるんですけど、アイテムが全然入ってない、むむむむむむむ、いやー、おかしいですね、ちょっととりあえずミネラルウォーターはゲットして、コーヒーはいただきます、いただきますしたんですけど、なんもないです、かまどが1個あって、あ、鉄と鉛とかはめちゃくちゃ焼いてますね、セメントミキサー1個で、布団があっただけで作業台すらないっす、あ、で、ここ上に上がるハッチがあって、え、プーさん、なんか落ちた落ちた、何、あー、さっき上に1箇所だけ穴縦に開いてたところで中に落ちちゃったプーさん落ちたの、どうなってんの、中下に落ちて足の骨折して、ほう、骨折して出れなくなった、外に、で、下に足元にハッチがある、この階は多分これがいっぱいあるんで、このちょっと上にロケット打ちますね、ここどうどうです、プーさんが今、プーさんは岩盤までそれ落ちたわけじゃない、わかんない、足元にハッチがある状態の縦穴に落ちて、ここ違うかな、ここプーさんのところ、じゃあ私今下から上に対して掘ってるんですよ、私多分これ今あの私がいる、部屋の下は多分これ岩盤だと思うんで、もうこれ以上下には部屋がなくて上に上がるしかないんですけど、あー、プーさんまだ上だね、 18m 上にいるから、プーさんは上から縦穴に落ちて中腹の部分がまだ見えてない感じかな、いやでもまあ普通一番下に金庫みたいな感じで置くと思うんですけど、あー、やばい、はしご壊れちゃったね、もうこれ主張ブロック見つけきるしかないよねちょっとどうしよう、これプーさん救出しなくちゃいけないし、でもないぞ、お、ちょっと、あ、ちょっと待って、あ、お、主張ブロックあった、あれ、ちょっと待って、これほら主張ブロックこれちょっと待ってちょっと待って、主張ブロック見つけました、ねえ、主張ブロック見つけた、今もうどうしようもないから、あの下掘ったりとかいろいろなところにロケット打ちまくってたんですけど、今ほらこれ主張ブロック見つけたでとりあえずこれで主張ブロックは壊せそうですね、いやちょっとどう、ここかすごいところに主張ブロック入れたな、じゃどうされたらもっと深くに埋めればよかったのに、じゃあちょっとね修理しなくちゃいけない、よしよしよし、まだロケットも全然余裕あるんで残ってるんで、ちょっと一旦修理して、はい、いやまだ140発ある、うん、全然残ってる、オッケーオッケー、これでちょっと待ってね、主張ブロック、この周りの石が取れるかな、先にどう、あ、まだ残ってるか、主張ブロックいただけてませんね、まだ、ちょっと主張ブロックいただきました、いただきました、まだ金庫ハッチが1個あるけど、そこの上にプーさんいるのかな、あ、これでウッドフレームが置けるようになったんで、とりあえず私は登れるようになりましたけど、なんかあのすごい、なんかなんて言ったらいいのかな、こうなんかまあこう見つけようと思って見つけれたわけでもなければ、主張ブロックがね、あの特にアイテムも今のところあるわけでもないし、どうしたらこの一末の不安、これでプーさんと合流、あー、できましたね、よかったよかった、ナイス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 、どこに落ちたのプーさん、プーさんはプーさんで上から縦穴に落下して穴は開けれてる状態、ちょっと待ってね、今はしご作ってます、で登れますねと、はい、あーあーあー、お、これは部屋で、ここは石壁でないと、あ、こっちに降りてきたことだ、あー、ここはい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 、あ、このハッチね、あ、そういうことか、食物を育てるように日光を取り入れなくちゃいけないから、あー、すごい、ちゃんと水も置いてるわ、ここに水を置いて、はい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 、ここで
あーここ畑だったってことね。いや、あの唐突にさ、のいきなりあの収穫始めるのやめてもらっていいですかブーさん。あーでも上にチェストあるな、一応チェストあって、あここでブルーベリーもコーヒーとジャガイモキノコ育ててるって感じですね。あーまあ金庫あっちゃん、あのね下にもあれなんですよ、かまどあったんですけど、あのるつぼがない。あーこのチェストも空だな、なんだこの拠点。あのワークベンチもなかったんですよね、下の部屋で枠辺もないし、あのるつぼもなかったんで、あと2つですね扉。これどっちかがあの上の一番最初に私たちが見てロケット撃ったところの入り口。おいクマ、何食ってんだよ。ちょ一緒にさ、ちょっとレイドね、ブーさん、さっき今王が持ってたでしょ、ちょ一緒に削ってよ扉。ちょっと分からんすね。いや、かまどの中にるつぼがないし枠辺もないし、でかといってチェストの中にアイテムはないし、あの私がディープした一番下の部屋はあの周りも結構ロケット撃ってほじくったんですよ。でも全然なんかチェストが隠してあるとか部屋がありそうな雰囲気はなかったんですけどね、結構ロケット撃ったんですよ。で今上に上がってきて、距離的にウーリンが地上にいるってことはここ中間でしょ、この拠点、ここの場所。チェストの唯一入ってたチェストの中身も、まあ、なんかあの建築資材があるわけでもないし、そう、あ、はしごありますね、こっちは、あーあーここか、あここが入り口ですわ。さっき私が一番最初に降りてきたところの入り口ってことはここか。残すはこの部屋だけですね。どんどん怪しくなってきましたね。あーもう一枚扉出てきた。いやこれでもブーさん、これひょっとすると私たち2連続で外れレイドかもしれないです。いやだってブロックもちょいちょい玉石とかなんか強化しきれてない感じがあるし、めっちゃ怖いんですけど。あー見えてきましたけど、なんかうわ、なんもなさそうな感じの雰囲気出てますね。あーどうだ、はい、あーいやーチェストあるけどこれあー固定だな、ちょっとここ壊しましょうか。いやあーしかも微妙に届かないし、何このこの距離感、ちょっと待って、ウッドフレーム置きますわ。いやちょっと待てよ、これめちゃくちゃ怪しいけど、いやあーほら入ってないわ。ブーさんこれ多分、ああーちょっと入ってる、あちょっと入ってますけど、なんかあこれ空、これは外れだなこのレイド。ということでですね、まあ、結構壁が岩のになってるところとか下の怪しいところとかをオーガで掘ったり、引き続きロケット撃ったりとかいろいろしてみたんですけど、この拠点僕らの中での結論はですね、引っ越ししてるかサブ拠を作ってる途中だったんじゃないかなっていう説が一番濃厚でございました。まあ原因はいろいろあってですね、まず僕らが直接最初に攻めてきたメインのハッチのところの、まあ、コンクリートは生乾きで、まあ、こう作ってる最中だったんじゃないかと。それかまあ隠し部屋がもっと他にもあって、でそこで僕らが気づいたのは、いやだいぶ掘ったんですよ、いろんな周りとか、でも全然出てこなかったんで、もうおそらく、まあ、建築中のサブ橋のタイミングだから早すぎたんじゃないですか、僕らレイドするタイミングが。わかんない、その時期とかはわかんないけど、いやもしねこれね見てて視聴者さんだと思うんで、この拠点主の方が見てたらですね、ぜひねコメントいただきたいと思います。おそらく小男性したいじゃないですか、気になるんで、サブ橋だと思うんですけど、まあ、どっちにしろね、結果論としては、私とプーさん前回のレイドもなんか失敗してますし、今回もこれどうする、取れ高っちゅう取れ高、せっかくディープできたんですけど取れ高っちゅう取れ高全然ないんです。え3度目の正直。いやもうじゃあ、まあ、次じゃあ成功するように頑張りましょうか。うん、じゃあもうひたすらロケット作ろう、そうしよう。ということで皆様、3度目の正直のレイド、今回こそは成功するべく三日月隊
ようやく今期全員集合いたしました。そしてみんなで協力してこの3日間ひたすらロケットの玉を作りまくりました。合計ロケットの玉今回用意させていただきました。ロケットは1000発。みんなお疲れ様です。頑張ればいけましたね。まあ、今期はあのアイテムのリポップの回転率が前期よりは良かったんで意外に作れました。そんなに大変じゃなかったですね。ポン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 頑張れましたね。はい、ということでですね、まあ、今回はですね、まあ、失敗しようがないようにですねロケット1000発一応用意させてもらって、もう一応ね目的の拠点はもう見つけております。まあ、たけし君が見つけたんですけど、でそんなことよりなんですが大問題が発生してまして、これ今プーさん、これ今私叩いたじゃないですか。で叩いたプーさんがまだ今叩かれてないんですよ。どういう状況かというとですね、あちょっと動いた、まだまだですね、まだ普通プレイヤーを叩いたりとかすると衝撃ダメージでプレイヤーうーんってなるじゃないですか。動くじゃないですか。血がちょっと飛び出てピシュって出てうーんって食らうんですけど、今私がプーさんを叩いてから今もうこうやって喋りながら20秒か30秒ぐらいも経過しようとしてると思うんですが、未だにプーさんの HP も減らなければ動かない。どういうことかというとですね、今このサーバーめちゃくちゃラグいんです。後半戦になるとまあいろんな人も入ってきますし、もう拠点がそれぞれ大きくなるじゃないですか。だからみんながそこら中の拠点でかまど焚いたりとかいろんなことするから、もう結果的にサーバーの負荷がすごくなってるんじゃないかという私たちの予想なんですけど、まあ今までは多少のラグ差だったらまあなんとかってですけど、今回はですねもう本当にタイムワープするというか時が止まるっていうかだからみんなもこれ今動いてるように見えて動いてないように、あほらプーさん今食らったでね、こんな状況でロケット連続でぶっ放したらどうなるんだろうっていう。もうあと 2,3 時間ぐらいすればサーバー落ち着けばラグ差も解消多少すると思うんですけど、とりあえず今打ってみますね。どんだけラグいか。意外打ちましたよ。みんな近づかないんだよね、こっち側に。みんな近づくと後からの爆風で巻き込まれるかもしれないんですけど、ちょっと待って、まだ、あ、おお、おお、びっくりした。まあ、このラグ差でロケットレイドしたらどうなるかって、まあ、それも見たいは見たいんですよね。でもとりあえずそれも含めてやっていきましょうよ。で今回のですね狙うべく拠点はですね、拠点があるかどうかまだ分かってないんです正直。たけし君が他のプレイヤーにやられちゃって、で布団がなくて、でランダムで初期リスっていうかリスポーンするじゃないですか、全然知らないところで。で拠点に戻ってくる途中で草を取ろうとしたらキーンってなったらしくて、でそれで主張ブロックがあるのは分かったというところで、実際、まあ、この現場来てるんですけど、ウッドフレームが置けないってことはここは主張ブロック効いてるってことなんですよね。なので主張ブロックがあるのは確実なんですが、どこの高さにあるのか問題は、まあ、地中に埋めてあるはずなんで、まあ、大きいか小さいか、まあ、そもそも拠点がないかもしれないですし、主張ブロックだけ埋めてね。ちょっとほら飛んでった今たけしが宙に浮いてたぜもうプレイヤーもさラグすぎて飛ぶ飛ぶで、まあ、それで主張ブロックはあるのは確かだと。で拠点があるのかどうかはまだ分かんないんですけど、でどっから攻めるかって話になるじゃないですか。で私たち考えた結果ですね、私ねこれで今回このウッドフレーム作戦でいこうかなと思います。このサーバーの主張ブロックの有効範囲が 40×40 なんですね。40マス40マスなので、これ見てください、ウッドフレームが置ける範囲がここなんですね。今みんなで今必死にウッドフレーム置いてるんですけど、ウーリングがなんかラグくて固まって見えるけど、それ一応動いてるのかな、一応動いてる私には止まって見えますけどほんでですね、まあ、何がしたいかというとですね、置ける範囲までウッドフレームを置けばですね、必然的に主張ブロックが置いてあるど真ん中の場所が分かるって話なんですよ、外から行けばね。ってことはですよ、原理的にですね、この今ちょうど真ん中のところに3つウッドフレーム置いてあるんですけど、ちょうど端から20マス目のところを下にどんどん掘っていけば必然的に主張ブロックを取れるっていう計算になるんです。ただ気をつけなくちゃいけないのは、中腹の部分から垂直に真下にこう20マス20マスの真ん中のど真ん中の部分を下に対してロケットを打っていくとですね、4倍の硬さがあるんで弾も4倍必要なんですね、岩盤までの距離。
で、すごい無駄玉使うことになりますし、この主張ブロック内のど真ん中を垂直に穴を開けていくと、こう自分たちが飛び降りると戻ってこれなくなってしまうんで、今回はですね、まあ、これ実験的なのもあるんですけど、この手前側から、ここはあの高度が4倍ではなくて通常の倍率なので、主張ブロック外のところから斜めに岩盤に向かって掘っていこうかなと。実際それで岩盤のところに主張ブロックがなくて中腹に主張ブロックを設置されてると、こっちの方がもちろん無駄玉を使うことになるかもしれないんですけど、だからこれ賭けなんですよ。真下にど真ん中の主張ブロックの範囲内の真下にどんどん垂直に掘るか、それとも主張ブロック外から斜めに対して岩盤を目指すかっていう、まあ安排の方がいいと思ったんで、今回は斜めに掘っていきます。打つよっていうか、それマッツン、それ浮いてるんだけど、え、マッツンは、あー戻ってきた、あ、なんかラグやばい。マッツン、それ一応2階に乗ってる、乗ってるの今。マッツンの画面からは2階に乗ってることになってる。でも僕らからはマッツンが浮いてるように見えるけど、でもとりあえず打ちますか。打ちますよ、大丈夫、これラグでなんか爆風で食らったりしないですか、大丈夫ですか。じゃあとりあえず打ちますね、いきます。はい、打ちました、今一発打ちました、私2、3、4、おお、でもちょっとさっきよりはラグ直ってます、4秒ぐらい、うん、着弾まで5秒ぐらい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、おお、今回は12秒ぐらいかかって、おお、怖え、めちゃくちゃ怖い、ラグで着弾のタイミングが全然わかんないけど、ほらブロックも浮いてるもんね、全部これ落ちてないもんね下に。あー、これでも一応、でもあー、でも惚れてますね、あ、一応怖っ、これなんか次元爆弾をなんか発射してる感じ、次元爆弾ロケットランチャーみたいな。これどう、まだ私が撃った弾着弾してないけど、どうみんな、見え、一応見てる画面は同じなんだね、うん、まだまだ爆発してないです、今回時間かかってますね、これ、ああ機械いきなり倒れた、ああ着弾した、やばこれ。じゃとりあえずでも連続で撃ってみますか、一回撃たないでくださいね、でちょっと、おお、びっくりした、もうもういきなり手前で爆発するやん、おおこれで最後、これで今撃った分は最後ですね、はいはい、ちょっと次はちょっと連続で撃ってみますね、で連続で、多分連続で撃ったら着弾するので、ちょっと1、2の、3の、4の、もう一発ぐらい、まだまだ着弾しないですね、はい、これでちょっと様子見ましょうか、でも着弾まで時間がかかるだけで、着弾を連続でバン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 ってなると思うんですよ、でもそれだったらもう別にどんどん撃てばいいですもんね、ちょっと先がどうなってるか分かんないだけで、ちょ怖いですね、いつ来るか、もうそろそろ来るんじゃない、どう、まだできる、お、来た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 、あー、いいっすね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 、着弾は連続できますね、連続で、あー、オッケー、あはははははは、ちょっと待って、撃ってないのにプーさんが撃ったことになってるけど、私の画面からは、とりあえず連続で撃てますね、これじゃあね、おこれはこれでおもろいっすね、そして時は動き出すみたいな、ちょっとタイミングずれた、オッケー、だいぶいい感じ、いい感じ、多分ちょっと早送りみたいな感じで着弾するね、あ、ほら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 、プーさんがものすごい勢いで撃ってるみたいになってるもん、こっちから見ると、いけ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 い、これはこれでおもろいいいぞいいぞ、まあ、ちょっと撃とう、これめっちゃおもろいっすね、いいよめっちゃ撃ってる、めっちゃ撃ってる、ずーっと撃ち続けたらもうラグで一周回って追いつけるんじゃない次の発砲と着弾がまだとりあえずまだまだでしょ、岩盤までまだまだ掘らなくちゃいけないから、もうありったけ撃ってこ、もうでもね、100発使わずに岩盤まで到着できると思うんですよね、今気づいたんですけど、あの経過時間も巻き戻ってますね、8時から全然進んでないもん、8時5分ぐらいになったらあの7時に戻るし、7時50何分にほら増えて減ったり増えて減ったりするんだ、8時6分ぐらいまで行くと7時50分ぐらい戻るんですよ、いけいけいけ
やばい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 。まだか、まだ見えてこないか。もうそろそろなんか見えてきてもいいですけどね。いやこれでもしっかりもでも頑張まで行きたい。僕行けるけど、これ何発で行けるんだろう。まだまだ行かなくちゃいけないですねこれ。とりあえず撃ちましょう撃ちましょう。これ今思ったんですけど、これ普通のホラーな拠点とかだったら、もうあのロケットの爆風で何もなくなっちゃうから。あれちょっと待って、あれあれコンクリート見えたんじゃない？ちょっと待って、あのプーさん打ち方止めて。あの爆風で見えなくなっちゃう。ほら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 、ちょもう止めてる止めてるけど、あの過去のプーさんがあのロケット撃ってるんですよ。ほら見つけましたね、コンクリート見えました。